葛西明さん。葛西委員。日本共産党の葛西明です。本日は課徴金減免制度リニエンシーについて質問いたします。この制度はカルテルや談合を行っていた事業者が違反行為を自主的に公取に報告してきた場合に、その時期や順序に応じて本来課せられる課徴金を減免するものであります。そこでまず宮越大臣に伺いますが、2005年の改正で導入されたこのリニエンシーの趣旨というのはそもそもどういうことだったか、端的にお答えをお願いします。宮越国務大臣。カルテル入札談合は発覚しにくく摘発が困難であるという特性があります。このため平成17年の独占禁止法の改正により現行の課徴金減免制度リニエンシー制度を導入をいたしました。その趣旨は違反事実を自ら申し出た事業者に対して課徴金を減免することにより事業者が違反行為から自発的に離脱しようとするインセンティブを付与し、違反行為の発覚摘発を容易にすることで事件の真相解明を効果的に行うというものであります。葛西、重要で立証にふさわしい十分ふさわしい情報に対する課徴金の減免、カルテルや談合への牽制力ということであります。そこで杉本公正取引委員長に伺いますが、このリニエンシーの適用事業者数というのは、2009年に、3社から5社へと拡大をされました。命令ベース、すなわち実際にカルテルや談合に対して法的措置が取られた件数中、どれだけリニエンシーが適用されているかを確認したいんですけれども、2006年から2017年までこの間の法的措置の件数は何件か、うちリネン氏が適用された件数は何件でしょうか。公正取引委員会杉本委員長。課徴金減免制度が導入されました平成18年実行されたときでございますが、いわゆる2006年から平成29年2017年までにおける公正取引委員会による不当な取引制限に対する法的措置件数は160件でございます。またこの期間におきまして課徴金減免制度が適用されることが公表された事件数は129件でございます。葛西委員。約8割でリニエンシーが適用されていると、直近3年で見ると法的措置件数と、リニエンシーの適用件数がほぼ一致しているという状況だと思います。宮越大臣に伺いますが、カルテや談合に加担しないのが一番でありますけれども、社内で不正が明らかになった場合、リニエンシー制度の活用というのは、解明につながる、あるいはつなげるインセンティブになっているようでありますけれども、大臣所見いかがでしょうか。宮越国務大臣。で、今ほど小鳥から答弁があったとおり、課徴金減免制度が導入されて以来、この制度の適用対象となりうる法的措置のうち約8割において同制度が利用されているということであります。このように現行の課徴金減免制度は事業者が自主的に自らの違反行為を申し出る機会として機能しておりまして、違反行為の排除に貢献しているものというふうに考えております。葛西。杉本委員長に伺いますが、2006年の1月の施行以降、リネン氏適用事業者の数というのは延べ何社になるでしょうか。公正取引委員会杉本委員長。お答え申し上げます。このリニエンシー制度、課徴金減免制度、現在は適用を受けた事業者の名称等を一律に公表する運用を行っておりますが、平成28年5月31日までの申請者については公表を希望する社についてのみ公表を行っていたところでございます。そういうことを前提に件数を申し上げますと、平成18年2006年1月以降、平成29年、2017年年度末までにおける課徴金減免制度の適用が公表された事業者数は327名でございます。葛西委員。今話ありましたけど、制度スタート当初というのは政策判断として、申請者が公表してくれと言ったときのみ名前を公表していたと。で、制度発足から10年経って検討した結果、法運用の透明性の確保の観点から
免除事実と減額率を一律に公表するとしたということでありますが、まあ、EU 等では事件を発表するとき、まあ、本人同意の有無にかかわらず事業者の名前を公表しております。談合事件では理念氏を使うことで指名停止の期間が短くなるものもあると、まあ、何よりですね、運用の中身について国民に説明責任を果たすことが重要だと考えております。そこで次に杉本委員長に伺いますが、では今回の改正案ではどうかということなんですけれども、現行の理念氏は、まあ、1着だと課徴金が 100% 免除と、で2着は 50% で、3から5着は 30% 減額というように、申告の順番に応じた一律の減免率となっております。それに対して改正案の方は、これに加えて事業者の実態解明への協力度合いに応じた減産率を付加するということで、まあ、協力減産制度を導入しようとするものであります。で、研究会の報告書によりますと、減免申請者の中には非協力的な対応を取るものも少なからず存在していると、まあ、こう指摘をして、公取調査に協力すれば、まあ、いわば得になり、そして調査を妨害したら逆に損をすると、双方から見て効果が高い制度にすべきだというふうに報告書は述べております。そこで伺いますけれども、減免申請を行っているにもかかわらず、非協力的な行為を取る事例としては、まあ、どういうものがあったのか、紹介いただけるでしょうか。公正取引委員会、杉本委員長。リニエンシー申請者が、公正取引委員会の調査に協力の態度を取った例についてのご質問でございますが、例えばでございます、事業者として、課徴金減免申請を行っているにもかかわらず、担当者の供述聴取において、担当者が黙秘をする、あるいは課徴金減免申請の際に報告があった事実について、記憶がないと主張しまして、ほぼ否認に終始するといった例や、他の証拠等から複数の物件に関与していたことが明らかであるにもかかわらず、自社が受注していた一物件以外への関与を否認するなどの非協力的な行為が行われた例がございます。葛西委員、まあ、この新たなに協力減産制度を導入するにあたって、減免申請者の継続協力義務と、それから義務違反者への減免失格というのは盛り込んだんでしょうか。公正取引委員会、杉本委員長。お答えさせていただきます。調査協力減産制度、今回新しく導入しようとするものでございますが、これにおきましては公正取引委員会と事業者の合意で定める調査協力行為の一つとして、公正取引委員会の求めに応じ、調査により判明した事実に関し資料の提出等を行うことが含まれております。仮に事業者が公正取引委員会のこのような求めに応じない場合には、合意内容に反するものとして減免失格になり得るものでございます。したがいまして、事業者には公正取引委員会の調査に対して実質的に継続的な協力をしていただけると考えておりまして、そういう意味で協力義務というものが内包されているものと考えております。それから減免失格の関係でございますが、減免申請者が合意に反して、合意で定めた調査協力行為を 行わなかった場合には、協議において事業者が提出する旨、申し出を行った資料等の提出がなされないだけなく、協議の時間も浪費される。その結果、早期に事件の解明を行うことが困難であるため、減免失格制度というものを導入することにしております。したがいまして、合意内容に反して合意で定めた調査協力を行った場合を新たに減免失格事由として追加しているものでございます。葛西委員、まあ、諸外国では事業者に対して誠実に全面的に継続的かつ迅速に協力する義務を課しているわけで、事業者の協力が不十分な場合には法律でしっかり義務付けることも含めて制度の運用実態を見ながら引き続き検討していただきたいと強く申し上げておきたいと思います。そこでこの協力減産制度ですが、まあ、公取委の調査への協力度合いによって減産率を付加するものでありますけれども、まあ、どういった協力でどれだけ減産されるのか、価値ある証拠とはどういうものか、評価のための判断基準が必要となってくると思うんです。そこで杉野元委員長に伺いますが、この判断基準となるガイドラインを整備すると伺っておりますけれども、
その中には、まあ、どんな内容が盛り込まれるということになるんでしょうか。公正取引委員会杉本委員長。調査の度合いにより減産率を追加する制度とすることによりまして、公正取引委員会の調査に協力するインセンティブを高める減免申請制度の改正の目的に照らして、また運用の透明性及び事業者の予見性を高めるという観点からご指摘のガイドラインにおきましては、事業者が提出資料の内容等により事件の真相解明に資する程度を評価すること、その評価方法を評価方法等について分かりやすくすることを明らかにするということにしております。考えております。でより具体的に申し上げますと、違反行為の対象に関するもの、違反行為の対応内容に関するもの等の評価対象となる事項について、事件の真相解明に資するかどうかという観点から、それらのすべてについて情報が具体的かつ詳細に含まれている事実や資料を提出する場合には、調査開始日前の減免申請者であれば 40%、 調査開始日以降の減免申請者であれば 20% という法定された最大の減産率となること、他方一部の事項に関して資料の提出がなかった場合や事実の報告が不明確であった場合には、その内容に応じて減産率は最大よりも低くなるとともに、それらの具体例を示すことによりできるだけ具体、分かりやすく明らかにしてまいりたいと考えております。ガイドラインの具体的内容につきましては、今後関係者の意見も聞きながらさらに検討を進めまして、パブリックコメントを実施した上で、実施して広く意見を求めた上で制定したいと考えているところでございます。葛西委員。恣意的な運用を排除するとともに、透明性予見性のある制度とするためには、証拠の価値の評価基準とか、あるいは減産率の決定方法というのはできるだけ明確にされるべきだと思うんですけれども、それではそういうことでよろしいですね。答弁を求めますか。公正取引委員会杉本委員長。そうだというか、それでそういうふうに努力していきたいと考えております。葛西委員。判断基準の策定にあたっては、おっしゃったようにパブリックコメントなどを通じて広く国民の意見を聞くことを求めておきたいと思います。この協力減産制度の適用運用実績もきちんと公開をして、透明性を持った制度にする必要があると思うんです。リニエンシーの適用事業者名を、全て公表するということにしたということのと同様にですね、協力減産制度についても事業者の同意の有無にかかわらず実績を評価して検証に生かすと、こういう立場で臨む必要があると思うんですけれども、その点はどうお考えでしょうか。公正取引委員会杉本委員長。法運用の透明性確保等の観点から、現在の課徴金減免制度の適用を受けた事業者につきましては、各事件の報道発表等において免除の事実または減額の率を一律に公表しているところでございます。今般の改正案におきましては、公正取引委員会の調査に協力するインセンティブを高めるという観点から、減免申請者の調査協力の度合いに応じて減産率を算定する仕組みを導入してすることとされております。改正法施行後に調査協力減産制度を活用した事業者名等の公表のあり方については、このような調査協力インセンティブの確保のほか、法運用の透明性確保等の観点も勘案して、先生ご指摘のを踏まえまして検討してまいりたいと考えております。葛西委員。本改正の施行と合わせて運用で措置すると言っているのが、いわゆる弁護士依頼者間の秘匿特権でありますが、これは新たなリニエンシー協力の出会いに応じた減産率を付加したものを効果的に機能させるために認めるものということであります。で、秘匿特権の具体的な手続きは、独禁法の76条に基づいて規則や指針等で定めると、この間の委員会でも、杉本委員長がご答弁されているわけでありまして、あくまで審査手続きの一環なんですから、公正取引委員会の実態解明機能を阻害しない、これが大前提だと思います。そこで伺いますけれども、新たなリニエンシーの対象というのは、カルテル談合ということでありますから、秘匿特権についても対象はカルテル談合であって、優越的地位の乱用のような単独の独禁法違反行為は対象外ということになるわけですね。公正取引委員会杉本委員長。先生ご指摘のように、今般の独占禁止法改正により導入することとしている新たな課徴金減免制度、課徴金減免制度は、
事業者の調査協力の度合いに応じて課徴金の減算率が算定されるものでございます。この改正案によりまして調査を協力を行うか判断するために、また調査協力を効果的に行うために外部の弁護士に相談するニーズが高まると考えられます。したがいまして、こうしたニーズに対応するものとして新たな課徴金減免制度をより機能させる観点とともに、外部の弁護士の相談にかかる法的意見等について秘密を実質的に保護し、独占基準法76条2項に基づいて適正手続きを確保する観点から審査手続きの一環としてお尋ねの制度は整備するものでございますので、今回 の制度においては、不当な取引課徴金減免制度の対象になります、不当な、その取引制限というのが対象になると考えております。笠井、その不当な取引制限ということですが、その対象というのはカルテル談合であるということでよろしいわけですね。公正取引委員会、杉本委員長。おっしゃるとおりでございまして、基本的にはカルテル談合でございまして、不公正な取引方法等には適用されない、適用することを考えております。笠井、中小企業団体からは、秘匿特権の拡大に慎重な検討を求める声が出ております。複数の事業者が行うカルテルや談合とは異なって、事業者が単独で一方的に行うものにまで認めたら、違反事実が全く明らかにならないと、下請けなど弱い立場の中小企業に泣き寝入りを強いることになると、対象はカルテル談合に限定すべきだというふうに思います。中小企業団体だけではありません。消費者団体からも強い懸念が寄せられております。そこで杉本委員長に伺いますが、全国消費者団体連絡会商団連が、去る3月12日、公正取引委員会と経済産業省に提出した意見書の中で、秘匿特権的な制度の導入には慎重であるべきというふうに述べて、仮に導入されるとしても、その範囲がカルテル談合以外に拡大することについて懸念があると述べているわけですけれども、この懸念については、どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。公正取引委員会、杉本委員長。仮にカルテル等の不当な取引制限が新たに課徴金減免制度の対象となるといった独禁法固有の事情を離れまして、お尋ねの制度の対象範囲を独占禁止法の他の違反行為類型、不当な取引制限等でございます、不当な取引方法、不公正な取引方法等でございますが、これに拡大した場合、本制度は一般的、普遍的なものとして位置づけるものとなります。しかしその場合には、全国消費者団体のご意見の通り、例えば他の行政調査手続きにおいて調査の相手方が本制度を理由に資料の提出を拒むなど調査実務に影響が生じ、消費者の利益が損なわれる恐れがあると考えられるところでございます。公正取引委員会は本制度の対象範囲の拡大について、本制度の運用開始後の状況も踏まえまして、中小企業に不当に不利益を与えることにならないよう、また他法令への影響を及ぼすことがないよう留意いたしまして、早急に検討していることとしておりますが、ご指摘の意見書の内容も踏まえて検討していくことが必要と考えております。笠井、この商談連はカルテル談合以外の拡大には反対と明確に述べております。そこで最後に宮古市大臣に伺いますが、大臣は消費者担当大臣でもあられるわけですね。人特権が拡大することで今でも不十分な消費者行政の後退をもたらすことになるのではないかという消費者団体の懸念というのは十分ご理解いただけるはずだと思います。今後の運営にあたってはこの意見を当然尊重されるということになるんでしょうね。よろしくお願いします。宮越国務大臣。いわゆる弁護士依頼者間秘匿特権へ対応するための新たな制度を導入することによって、消費者や中小企業に不当に不利益を与えることはあってはならないと考えております。公正取引委員会におきましては、本制度の対象範囲の拡大について検討するにあたり、ご指摘の意見書も含めた関係者のご意見も踏まえて適切に検討していくものというふうに考えております。笠井委員。この秘匿特権というのは、リニエンシーを効果的に機能させるための取り組みなんですから、対象は、カルテル談合に限定すべきだと。5月22日の参考人質疑で独禁法研究の第一人者である潜水参考人は、秘匿特権は欧米を中心に判例の蓄積によって各国で形成されたものであり、世界的に統一した制度があるわけではないと指摘をされております。独禁法にとどまらず我が国司法制度全体にも関わる問題だということでありまして、
何よりも公正取引委員会の実態解明機能を阻害することのないように慎重に対応すべきだということを強く求めまして質問を終わります。